青森市街で行われる青森ねぶたは、国の重要無形文化財の指定を受けた東北三大祭りの一つです。祭りの主役となる人形ねぶたは、木や針金などで作られた骨組みに電球を取り付け、上に張った和紙に絵付けし、武者絵などを立体化したものです。高さ 3.6 メートル、幅9メートル、奥行き6メートルから7メートルという巨大なねぶたは、台車に乗せられ市内を練り歩きますが、国際式に彩られた勇壮な姿は壮観です。期間中は300数十万人もの人で賑わっています。